皆さんこんにちは。今月も始まります新春スポーツ伊藤亮太ナビゲーターの戸林です。よろしくお願いします。遅いっす。何やってるんですか。いや遅い、待たしちゃいけないでしょ。すいません、ちょっと横にスケートリンクあったらちょっと練習してたら、あ、そうだね、ついついなんかちょっと滑りたくなっちゃっていや、すいません、すいません、まあまあまあ、よかったですね、はい、今日はね、長野市じゃないので。そうなんですよ、びっくりした。なんか来てもスケートもなんか練習やってるし、そうですね、もう冬ですかね、こっちはなんかいよいよだなみたいな。そうですね、そんな感じですけどね、はい、今日ですね、軽井沢から、はい、この放送ですけども、ね、ここね、今週末からね、軽井沢国際カーリングっていうのが始まりますので ね、いよいよ今日はちょっとゲストに、はい、若いね、はい、そう、なんかちょっといつもと違う花がある感じでいいですよね。そうですよね、はい、なんか違いますよね、いつもと ね、ご紹介しましょう。はい、はい、今日のゲストですね、SC軽井沢クラブ上野美優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、ね、遅くなっちゃって。そうですよ。お願いします。怒られちゃいますよ、ね。来ないんですかって言ってましたさっき。怒ってましたよ。来ないんですか。怒ってました。練習しちゃおうかなみたいな。そう、入っちゃうぞって。すみません。すみません、忙しい。よろしくお願いします。緊張してます。緊張してます。本当？ドキドキ。こういうのでも結構なんか取材とかあったり。全然慣れてないです。ないんだ。はい。そうなんだ。はい、緊張して。本当、はい、すっごいもう楽な感じでいいからもうあのお水とかも飲みたいタイミングで、ありがとうございます、ね、日本一緩い番組で有名だから、はい、ね、時間通り始まんないですからよろしくお願いします。お願いします、はい、します、ね、はい、国際カーリングもちろんね、うん、あの今週末からですね、金曜日から試合が始まりますけども、はい、どうですか今の調子とお気持ちは。そうですね、調子はぼちぼちといったところでぼちぼち、はい、そこは調子いいですみたいな感じじゃない徐々に調子を上げている段階なんですけど、うん、もちろん軽井沢国際で結果を残すっていうこともそうなんですが、うん、その2月、1月末から始まる日本選手権に向けて、うん、今ピーキングをしているところなので、うん、今状態で言うと個人的にはコンディション的には どれぐらいの感じなの。自分の体感だと、うん、すごくいい時が 100% だとすると、うん、70%。 あ、じゃあここからだんだんこう作っていきながら、はい、で最終的にはどれぐらいのところでこう100ぐらいにいったらいいなみたいなとかってあるの。理想は日本選手権の決勝でやっぱり 100% 近くにいくといいなと思ってます。ーカーリングの試合選手たちって1試合ずつにこうちょっとずつこうやって上がっていったりするの、なんかそれとも今ぐらいのこの今月めちゃくちゃいいなとか私はそっちの後半の方が多くて、うん、この大会は調子いいなっていうのが多いですね。あー、なるほどね。チームとしては出来上がりというか、チームとしては、今チームが、うん、今年の3月末から、うん、メンバーがちょっと変わって集まってるので、うん、そういう意味でやっぱり3月の末から徐々にチームとして形を作ってる状況で、うん、まあそれもやっぱり 70-80% くらいなんですけど、うん、カーリングってチームのこう移動とかが結構激しいじゃないですか、うんうん、それは男子も女子も一緒なんですか。そうですね、まあ、結構でそれで3月で新しいメンバーになってって言ったら結構大変だね、こうチームとしてこう慣れてるの、クラブの中の、うん、今までは女子チームとジュニアチームで分かれていたので、うんうんうん、顔見知りでもうずっと喋ってちっちゃい頃からやってるメンバーではあったので、じゃあまだ知ってる子メンバーというか、はいはい、あ、じゃあまだあれなんだね。あ、ね、うん、まあでも本当この国際カーリング、ね、これ始まりますけど、で11月の頭に帰国してきたということで2ヶ月カナダで、はい、え、2ヶ月、はい、私はカナダ遠征に行かせていただいて、すごくないですか2ヶ月なんですよ。通りでカナダの匂いした香りがしたなんかもう入ってきた時なんかカナダの匂いしたなと思ってねメイプルのねメイプルあ、そうなんだ、はい、2ヶ月2ヶ月カナダに2ヶ月ですよ。それはチーム全員で行くの。はい、チーム全員で。ホームシックとかない。私のチームは妹もいるのでやっぱりいい、ね、仲いい、仲いいと思います悪いなんて言えないよねこんなところでね悪いですなんてね、じゃあ、はい、あんまりなんかこう本当にいやもう日本帰りたいなみたいなそういうのとかってみんないたら、そうですね、日本食とか日本の文化が恋しくなったなっていうのは、うん、1ヶ月ちょうど真ん中くらいでは感じたんですけど、うんうん、でもホームシックかって言われるとまた別な気がして、はい、向こう行ってる時はもう全部食事も全部向こうのもの、
そうですね、こちらから多少持っていけるもの、お茶漬けとか、そういうなんか味を変えられる出汁とかを使いながら、うまくご飯を準備していくんだね、やっぱり、はい、なんか前に山ちゃんとかなんか話聞いてた時もなんか持ってくって言ってたもんね、うん、あ、そう、日本食もね、ね、そう結構ね、うん、あの日本のあフリーズドライとかね、うん、結構持ってくっつって食べれるように恋しくなるからって言ってね、はい、あいつの方がめめしいのかもしれない怒られちゃうよ、あんな体こんななのにねそうだね、みんなそれはあのチームが用意するの、それとも個人で、チームで、あ、これを、はい、チームで食料のスーツケースを作って、それに入れて、はい、お味噌汁とかやっぱり人気で、いや、そんなさめっちゃあれ出るじゃん、いやいや私あの具沢山派みたいないやいや私はちょっとみたいな、そのスーツケースも限りがあるでしょ、はい、その中でいや私ちょっとこれ持ってグミ入れて近いわみたいなとか私はポテチだわみたいな、ないの、そういう今回はでも比較的なくすんなり、いつもってことはいつもあるの、いや今年からだったので、あ、なるほど、今回はなるほど、まず一歩は、え、なんかさ言っても限られてるじゃん、はい、一人どれぐらいとか決まってんの、なんか遠足行くおやつは500円までじゃないけど、個人のっていうよりかはやっぱりチームで5人6人コーチもして6人なんですけど、うん、6人いたらじゃあこれくらい必要だよねっていう形で、なるほど、ね、1人当たりよりはざっくり、そりゃそうだよね、はい、ポテチとかそういうの違うよね、違いますよそれは自分で持ってけっていう話ですよ、はい、そういうのでも持ってったりするのみんなそれぞれ、私は何持ってったかなそうですね、あのお餅の元みたいなの持ってって、え、何お餅の元って何ですかなんかずんだ餅とかを作れるみたいな元があって、お餅を持ってったので、それを持ってって、なんで餅なの、やっぱりなんか恋しくなるんですかね、餅が可愛い、餅はね、餅、いやいや俺も餅好きなんですよ、俺は砂糖醤油で食べるのが好きなんですけど、餅がいいんだね、餅食べたくなるなと思って、それは試合が終わった後になんかリフレッシュするためにそういうお餅を食べるのか、それともこのお餅を食べると結構スイッチが入る、こう試合前に、そんなこだわりはないんですけど食べたいタイミングで、あれじゃないですか、こう腹持ちいいしっていうよね、餅はね、やっぱエネルギー的にはね、はい、いいんでしょうね、よく言うよね、餅はね、うん、あとはなんか遠征でこういうの持ってきますみたいなのある、そうですね、今回に限ってはそんな持ってかなかったんですけど、うん、大会期間になるとやっぱり和菓子を持ってきたくなって、もなかとか羊羹を世界、それこそさっきの世界ジュニアでは持って行って、うん、試合のハーフタイムの時と、うん、あとは試合間の間のおやつで、うん、まあ、いわゆるもぐもぐタイムみたいな、はい、時に和菓子を食べる、食べました、和菓子派だ、じゃあ、いや日本にいると洋菓子が好きなんですけど、なんでやんの、違うの、海外行くとそうなるんじゃないですか、あんことか羊羹すごい食べたくなって持って行ってます、へ、はい、なんかさこっちで洋菓子が好きだったら海外に行ったら海外の洋菓子を食べたくなるとかじゃない、うんうん、あ、それもでもあります、海外には多分洋菓子があるのでこっちから和菓子を持ってって、あ、そうですね、普段じゃあもともと和菓子は好きな方だ、そうですね、甘いものは好きな方です、俺ドイツに2年間行ってた時は甘いのめっちゃ好きだったけど、和菓子を食べたいとあんまり思わなかった、で日本に来てもあん、まあ、そんなに食べないんだけど洋菓子ばかり、だから向こうに行っても普通に向こうのその甘いもんで、ドイツのそう足りてたりとかしたけど、和菓子が食べたくなるんだね、あります、まあ、でも今から世界ジュニアの話出ましたけど、うん、2022年ですか、はい、世界ジュニアカーリング選手権ですよ、うん、金メダルですから、あれなんかすごいニュースになったやつだよね、そうですよ、まあ、あのカーリング界ではこう世界戦ですね、世界選手権で初めての金メダリストということで、まあね、すごいね、すごいんですよ、余裕だった、余裕じゃなかったまあ多分和菓子で勝ったんでしょいやいや、その時食べてないかもしれないさっき食べてたね、あ、食べてた、はい、その時もジュニアの時食べた、それですよ多分、すごいね、だから和菓子の違い、やっぱ日本人だね、カナダの匂いはしなかったえ、その時ってなんかもう自分たちがこう力をつけてるなっていう感覚があって、うん、いけるんじゃないかっていう感覚だったのか、それとも大会前は結構不安で、うん、どういう心境だったの、
その時組んでいたチームメイトが、今北海道銀行にいる山本沙耶と私が、ジュニアが21歳以下なんですけど、その挑戦できるラストの年だったので、まあ、勝てるか不安っていうのと、もう最後なんだからやれるだけやってみようっていう気持ちの半分半分くらいで、はい、あとは私は世界ジュニア選手権にリザーブとしてついてったことはあるんですけど、選手としてアイスの上に乗ったことはなかったので、そうなんだ、最後のジュニアの年でアイスに乗れるっていうのを楽しくやってみようとは思って大会には臨んだので、じゃあもう自分がそのアイスの上に乗るってなった時にはもうなんだアドレナリンが出てモチベーションは結構なんか楽しみっていう気持ちが強かったんじゃないの。そうですね、高揚感と、ただ大会の前の公式練習っていうのがあるんですけど、その時が大会も含めて全部の中で一番緊張して、へ、はい、もう初めて世界ジュニアのアイスに乗れるんだっていう、あ、なるほど、緊張が一番へ、はい、あ、そうなんだ。試合中は緊張しないの？ずっとはしないですね。なんか最後を投げてるので、最後のここぞっていう場面で緊張したりとか、予選の最終戦がカナダとの試合で、その試合に勝つとプレーオフに上がれるっていうのの、ラストエンドのショットかなんかは、普段だったら手だけ震えるんですけど、もう体全体から震えて投げてるんですけど、なんか、あ、どうしようって思いながら、カーリングなんて手が震えてしまったらなんか結構致命的な気がするんだけど、まあ、ない、いい、そんなことないの、いい感じに回るんですか。そう、分かんないですけど、だって結構繊細、まあそうですね、はい、やったことあります？ありますよ、それはもちろん。教えますよ、僕。いいですよ、別に。いや、僕のが絶対経験あると思う。まあそうですね、はい、あんたいつもやってますもんね。そうそう、みんなに教えてもらって、はい、え、震えるんだ。実際に映像とかで見てるとそんな震えてるわけじゃないと思うんですけど、自分の中ではすごいやっぱり震えて、あ、いつもと違うなっていうのは。いや、でもね、その重圧の中でですよ、やっぱり決め切ったってことですからね。すごいね。すごいですよ。もう試合の中で自分が成長していってるなみたいなのの感覚ってあったの？そうですね、なんかちょっと今までの自分と違くなってるんじゃないかなっていうのは、すごく感じたわけじゃないですけど、少しずつ。どこで、あ、金メダルいけるみたいな。金メダルいけるっていうのは目指してはいましたけど、大会中に感じはしなくて、それこそその表彰式の時とかはメダルかけてもらって、君が代が流れるんですけど、なんか信じられない気持ちの方が強くて。すごいね、君が代だもんね、いいな、かっこいいね、かっこいいよ。どういう感情になるの？君が代が金メダルかけられて、君が代が流れた時って、なんかやっぱり他のスポーツとかでも、やっぱり金メダルとか取って流れてるのを見るとすごいかっこいいなって思っていたのが、自分なんだって、本当に金メダル取ったのかなっていう、信じられない感じだ、はい、すごいね。君が代ってやっぱ力ありますよ。君が代ってなんかね、なんかテレビで流れてきてもなんかこう止まりません、自分もこうなんか。いや、それはヘラヘラしてなくて、それはあんまりないよ。本当。イベントのサッカーで、アマチュア日本代表みたいなね、そういうのを作ってこうやってこう一応こう君が代とかって、あれだけでもなんかやっぱこなんかちょっとスイッチ入る感じになるもん ね、家ではちょっとないですけど、そう、なんかシーンとしないあれがなんか流れた瞬間にこうなんかやっぱ日本人ちゃんとありますよね、ちょっとこうじっくり見るような感じがあるじゃないですか、って、金メダル取った後はいつなんかこうすごい実感が湧いたの？その表彰台の時、それとも家に帰ってからとか。表彰台の時は全然で、やっぱり日本、もう表彰式は終わって、いろんな方からのおめでとうっていうコメントもそうだったんですけど、やっぱり日本に帰ってきてから実際におめでとうって言われた時が一番、あ、金メダル取ったんだなと思って、はい、金メダルってすごいですね。すごいですね、1つもね、すごいね、でもあれですか、まあね、金メダル取ってあれですけど、カーリングとの出会いってのは いつからだったんですか？私は、小学4年生でカーリングを始めたんですけど、まあ、軽井沢は出身ですもんね、はい、はい、まあ身近ですよね。もう身近にあったの、カーリングは？そうですね、今同じチームメイトの涼川と、もう1名小学校の同級生がいて、その2人が先に
同じ習い事をしてたんですけど、うん、カーリングをしていて、うん、カーリングあるんだと思って体験に来たらもうそのまま沼に沼にハマっていいね沼に面白い ねみんなねアスリートになっていくのはその沼にハマるんですよ必ずそこにねでもすごいよねその環境があるっていうのがすごいよね、うんまあ、それはねやっぱり軽井沢のねだって特徴ですよね軽井沢のね環境のすごさだけど、うん、だって友達がやってて、はい、でカーリングやってるんだって言って体験に行けるんだもんね、はい、すごいよねなかなかないですよね体験に行けるって、ね、でも一回やったらもう沼沼にハマっちゃいましたねそうなんだ面白いってなったのはいそうですねもう何が面白かったのかっていうのはあんまり覚えてないんですけどでもやっぱり投げて向こう側に届くっていうのだったりとかが面白いって感じたのかなと、うん、え最初からうまかったのいやもうすごい下手くそですそうなの、はい、であのだって滑るのだって難しいじゃん、まあ、最初はそうですよね、ね、うん、だからそういうのも含めて難しさより楽しさが勝ったってことだそうですねすごいねその環境があるってやっぱすごいなと思うよね、うんだってそれがもしかして違う競技だったら違う競技をやって違うアスリートとしてもしかしてねここにいたかもしれないって考えたらすごいねカーリングの魅力ってどこカーリングの魅力は、うん、すごく奥深いなと思っていて、うん投げる動作に関してもそれぞれ人によって変わっていたりとか、うんうん作戦もその日のアイスとか自分たちの調子とか相手の調子とかそういうのをいろいろ含めるとその日はそれが正解だったかもしれないですけど次の日だとそれが正解にならない可能性もあっていろいろな可能性を秘めているっていうのがこう答えがないところが面白いなとなるほどね、はい、答えがないところです、はい、いいですね深すぎますね深いですねでもねやっぱこうみんなそうですけどやっぱり自分のこう狙っサッカーもそうじゃないですか自分の狙ったところに蹴る、うん、自分の狙ったところに投げるでもそこにこう近づくために練習してるわけじゃないですか、うんうん、それのズレがこうやっぱりこう今までこう積み重ねきたものじゃないですか、うん、あれ、うんまあ、そうです ね確かにそこの部分ってそこはやっぱりうまくいった時のこう、うん、なんていうんですかこう達成感みたいな、うん、あまあそれはありますねあれでかいですよねやっぱり狙い通りにいったってその、うん、カーリングってどの瞬間で来たって思うの例えばサッカーとかだとシュートを決めた瞬間とか、うん、狙ったところにこうやってシュートを決めて、うん、よしみたいなあれは蹴った瞬間でも分かるんでしょなんとなくこう分かる時と分からない時がある狙って、コースを狙ってもイメージできてたところに蹴った瞬間に入ったなっていう思う時となんとなく蹴って入る時もあるし、うん、あとアシストだったらパスする人は狙ってディフェンスのこの背後をきれいに届かないように通ったらっていう時に通った瞬間によしみたいなって結構あるんだけどーカーリングって一番なんかこうカーリングは、まあ、それこそ私が今最後を投げてるので、うん、その得点がすごい取れるみたいな瞬間のショットが決まったりとか、うん、すごい狭い範囲にドローしなきゃいけない時にこう決められる、うん、スイープももちろんバイスのコールも含めて全部が噛み合って決まった時は来たって思いますね、うんカーリングはでもやっぱそう考えるとやっぱ深いですよね。そうですね。ね。あのなんか画面で見てると、うん、こうなんですか、ここ抜けられそうじゃんみたいな。わかる。思うじゃないですか。でも分かるよもう。すごい遠くから見てると。それもね言った方がいいよね。本当に。ね。もう見てる人たちね本当にね野球とかもそうだけどあんなの余裕で打てるだろうとかって思うじゃないですか。めちゃくちゃ難しいですよね。難しいですよね。本当に。あんなの野球もそうだけど球なんか見てか。触れよとかよく言うけど見てる余裕ないもんね早すぎちゃってとかねいやすごいやっぱり職人だよなって思うよね本当職人だよね本当すごいなあんな緻密なねだって数センチとか、はい、そうでしょ、まあね、ミリ単位ですよね多分ねミリ単位で争ってるんだもんね、うん、で逆にカーリングの難しいところってうん、その魅力の部分でもあるんですけど、うん、奥深さがやっぱり追求しても追求してもこうやっぱ数ミリっていうのを40メートル先で追求していくっていうこのちょっとの差とか、まあ、それこそ作戦もやっぱり正解がないので、うん、それをじゃあどっちの方が最適なのかを考えるのは今すごく難しいなと思ってます、うん、なるほどね
カーリングってこう投げた瞬間にさっきのサッカーのゴールじゃないけど、はい、分かる時あるの、はい、来たみたいなあるの、投げたこう手をパッて離した瞬間だ、それとも滑ってる段階で分かるの、なんかこうあもう調子いい、あもうこれいけんなみたいなとか。たまに感じることはあります。そうなんだ、はい、あこれもう大丈夫だと思いながら。へえ、それは何、滑ってる段階、それとも手を離した滑ってる段階であるんだ、感じるときはあります、うん、じゃあやっぱアスリートだからどの競技でも、うん、あもう自分が調子いいなみたいな、そのゾーンに入るみたいなときはあるってことだね。たまにですよね。だから自分のこうなんだろう、体調と、うん、その氷のアイスの状態と、そうそうそう、多分それがぴったり合うときがなんかあるんでしょうね、はい、おそらくね。でそういうときってカーリングでもない、なんかあちょっと、あちょっとこう外が行っちゃったかな、でもすげえうまくいっちゃったみたいな。まあそれはあるよ、それでもあります、ね、あるよ、ね、そういう時ってなんか全部がうまくいかないですか。サッカーもそうだけど、いや絶対こんなファール相手ボールだろうって言ってマイボールみたいな、そういう時全部いい方向に転がってくる時なんだけど、まあでも運もね、味方につけるというのはもちろんスポーツの世界ではね大事ですから。普段カーリングの女子の選手っていうのはどういうトレーニングをするの、やっぱアイスの上に乗るのがもうシーズンの、段階にもよるんですけど、うん、今はやっぱりもう大会日本選手権がもう1月末に控えていて、うん、もうカーリングのシーズンになっているので、うん、比較的重点を置いているのは、うん、カーリングをする、うん、オンアイスの上なんですけど、うん、それ以外の時期だとやっぱりランニングだったりとかトレーニングもして、うーん、はい、ランニングするんだ。ランニングします。そうなの、いる必要分かんないじゃん、だって分かんないじゃん、サッカーだったらランニング必要だけど、だから野球選手もよく思う、野球選手にランニング必要なのかなとかって思うけど、まあ、でもやっぱりカーリングとかもやっぱ大事なんだ、そうですね、2時間とか3時間の長時間をスイープする人とか特にやっぱり、はい、結構無酸素運動って言われてるんですけど、結構15秒20秒くらいを、うん、まあ、本当にしんどい時はずっと入ってて、それを 2,3 時間やっぱずっと繰り返すの でしかも1試合を、2日1日で2試合とか、うんうん、それを1週間くらいやるのでしんどいね、はい、そういう意味でちょっと俺じゃ耐えられないかもしれないもう3日目ぐらいでちょっと挫折するかもしれない心がそうなんだね、はい、だから基礎体力を上げるみたいな感じってことだよね、はい、ランニングでね、必要なんだね、聞いてみないと分かんないです ですね、どういうトレーニングかとか、ね、これで、まあ、今週末、はい、いよいよありますけども ねちょっとまた、まあ、とりあえず SC 軽井沢チーム、うん、あそうですね、スケジュール、そうなんですよ、軽井沢インターナショナルカーリングチャンピオンシップですね、うん、2020今年は25周年ということでね、記念大会となってまして、12月の1日から3日までですね、なるほど、ここね今日配信しておりますけども、軽井沢アイスパークから決戦をね、記念となる25周年なんだね、はい、緊張する。で、男女8チームずつですね、ま、海外も含めたチーム8チームずつですけども、ちょっととりあえず女子のねチーム紹介からいきますかね。あるんですか。はい、これ C 軽井沢クラスね、めっちゃ真面目じゃないですか、チーム上のちょっとちょけてほしい、こういうのでこういうのとかね、えちょけないんですかみんな。ちょけないです、それ僕だけですね大体以前あのイットルダム出ていただいた西室純子ちゃんもね、うん、今 SC 軽井沢で、ね、チームメイトなんだ。お姉さん役、はい、お母さん役ですか、分かんないですけどちょっとえ勝手にキャラ作るのやめてもらっていいですかいや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 、もう僕はもう昔からね結構知ってますんで15年ぐらい前から知ってるんでね、もう聞いたら笑ってるかもしれないですね。笑ってますかね、はい、どうですかね、このチームとしては、チームの特徴は、はい、チームの特徴はメンバー変わるとなんか雰囲気も変わったりするじゃん。そうです ね今回のチームの雰囲気とか特徴みたいなのってある？粘り強かったりとか、うん、まあ、言い方が悪いかもしれないですけど、うん、諦めが悪いチームなので最後まで粘って粘って、はい、大事だよね、はい、そういう意味では。うーん、確かに。でもカーリングって何があるか分かんないですよね、はい、最後の最後ね、大逆転とかね、そしてそれで女子のですねチーム、女子のちょっと海外からですね、カナダからですね、ジェニファー・ジョーンズですかね。強そうじゃん、もう、いやもうなんか写真が強そうだもん、ずるいよなんか
ねえ、もう写真加工していこうよ。SG もなんか、まあ確かにね、みんななんかこういう感じで、なんか強い感じでさ。いやもう世界選手権金メダル、ソチのオリンピックですね。すごいねやっぱりね。お戦ったことはないです。ないですか。あ、ないんだ。でも楽しみですね、じゃあね、戦うのは、はい、じゃあここでガツンとホームだしね、はい、ホームだしね、ガツンと、はい、あとは他何チームあるんですか。8チーム。8チームですね。でもう1チームカナダからですかね、女子はね。あ、何、はい、カナダから2チーム出るんだ。女子はね、カナダから2チームですね。こっちも強いんだ。こちらもローズ、ね、世界選手権金メダルとかってなってるもん。世界選手権金メダル、ピョンチャンオリンピックのミックスダブルスで金メダルって書いてありますね。すごいよね。すごくない？すごいチームが来てるんですよねえ、はい、こんなになんか日本とカナダを比べたときにカーリングの環境とか人口とかってやっぱ全然違うもんなの、うん、そうですね、今回初めてカナダ遠征に行かせていただいて、うん、こういろんな各地にやっぱりカーリング場があって、そうなんだ、こう、まあ、地域の方たちがやっぱり楽しんでカーリングをしているとか、カーリングに携わっている方は多いなというふうに感じました。うーん、まあ、その分だからカーリングに目を向けている人たちも多いってことだよね。試合とかやるとどうなの？地域の人たちってカーリングをカナダの人たちもやっぱ見に来るの？そうですね、見に土日とかだとやっぱり家族も含めて応援してる方多いなっていうふうに感じました。日本のカーリングファンというかそういう人たちってまだ世界的に比べて、そうカナダとかに比べたらまだまだ少ない方なの？いやでも多いと思いますし、ああ、そうなんだ。そのカーリングに対する熱だったりとか、うん、そういうのはすごく日本のファンの方はすごく熱くて、みんな優しく温かく応援してくださって、すごくなので温かい環境だなと思います。なるほどね、はい、あとはどこあるどこあるか。あとはですね、韓国からですね、ピョンチャンオリンピック銀メダリストのキムですね。キムさん、すごい。こちらは戦ったことありますね。これ戦ったことないっけ。ない、私はないかもしれない。ずるいじゃないですか、一、ね、人だけ男の人出るんですか。違います。写真に写ってコーチですかね。コーチです。ここも強いんで、みんな強いとこしか来ないんですか。もちろんですよ。国際カーリングですから。国際です。もうトップレベルってことですね。トップレベルはね、来てるんですよ。ねえ、すごいですよね。それは楽しみだね、でもね、うん、去年の優勝ですね、カレーザー国際。韓国。韓国、はい、キムさんですね。もう1チーム韓国からですね。韓国も2チーム出るんだ。はい、チームパクですね。韓国も盛んなの、はい、そうですね。でもやっぱりツアーに行ってても韓国のチームと試合もしたこともありますし、で、海外4チームで、日本から4チームですね。でまずは中部電力ですね、どうですか。まあいつもね、一緒に隣同士で練習してると思いますけど。隣同士で練習やってるの？隣同士で、まあここでね、アイスパークでほら、はい、しょっちゅう会うじゃないですか。だって会います。ライバルなのに隣同士。隣同士はちょっと分かんないですけど、よく会いますよね。でもね、はい、やばいじゃん、作戦とかバレちゃうんだよ。まあ、小声で喋っちゃったりとかなんかないの？そんなことないんじゃないですかみたいな。そういうのはないんだ。あんまり意識したことなかった。なんか手の内だってバレバレですね。ないのか、カーリングってあんまりないの？そういう、どうなんですかね。ないんじゃないです か、 どうですか。あまり感じたことないですね。か、そうか、はい、サッカーとかだとほら、試合前は見せない、非公開で誰にも見せないように、サポーターとかにも見せないようにこう練習をみんなするんだけど、そういうのはないんだね。カーリングってないですね。仲いいです ね、 皆さんね。隣同士ってすごいな。そうですね。さすがにロッカールームとかそういうのは別でしょ。いや、一緒。アイスパークの更衣室で一緒になることもありますし、マブダチやもん。まあ仲間ですね。カーリング仲間じゃないですか。カーリング仲間だね。はい。で、その他にですね、チームの他に、ロコステラですね。おお。はい。まだ若いチームですよね。ロコステラさん。うんうんうん。はい。そしてもう一チームがフォルティウスと。どこですか。北海道ですね。北海道のチーム。はい、初めて聞いた。はい。うーん。でもここもですね、
去年の軽井沢国際は3位と。3位。3位ですね。おお、じゃあ力あるんだね。力ありますよ。まあそりゃそうか、うん、トップレベルのとこが出るんだもんね、はい、どうですかこの8チームでご自身目標は。結果で言うとやっぱりもうホームリンクですし、うん、今年から社会人になって会社の方も応援しに来てくれるっていうので、うん、やっぱりかっこいい姿を見せて優勝したいなと思ってます。ですよね。ここで3位ぐらいもなんて言えないよね。そりゃそうですよね。ホームだし。何を聞いてるんですか。いやほら、ね、でも、はい、まあまあ、どういう勝ち方もありますよ、ね、そうね。なんかこのチームと対戦してみたいとかっていうのある？いや、どのチームと対戦してもやっぱりレベルの高いチームなので、うん、自分たちにとってすごく経験を、うん、がたくさん経験とか、うん、まあ、学びを得られるので、うん、どのチームというよりかは、もう欲を言えば全部のチームと試合をしたいんですけど。予選って組み合わせってどういう風になって、なんかもう決まってましたよね、プール A とプール B で分かれて、はい、あ、分かれて、はい、で戦っていくんだ、はい、あ、なるほどね。一番ここが強いんじゃないかなって、多分人それぞれあるじゃん。なんか俺はなんか見た感じ2チーム目のカナダ、写真だけ見る感じね。写真だけ見る、写真で判断ね。何かあるの、なんかこう、あそこはあの人レジェンドだし強いだろうなみたいなのとか。カナダのチームで、私は逆1枚目のチーム、まあ、どちらも強いですけど、うん、強いね。まあ、試合したこともないので、うん、未知というか、こうテレビで見てる存在と試合ができて強いんじゃないかなっていうふうに、うんうん、あ、見てる側の人たち、はい、オリンピックとかで、オリンピックはカナダ代表みたいな。それはもう憧れはやめた方がいいですよね。まあそうですね、ね、同じ土俵ですから。何笑ってるのかな。大谷君だと思いました、私は。同じ土俵ですからね、もうね、ぜひぜひ優勝を、ね、はい、目指してて、まあ、ちょっと時間も忙しいだろうから、ちょっとまた ね、ちょっと男子を数チームね、はい、紹介します。まずはですね、チームエディンですかね、はい、もうスウェーデンの、ほら、もうエディンといえばですよ、もう、ね、強そうね、写真がもう、はい、男子は、3チームですかね、海外、カナダ2チーム、韓国1チーム、うん、で日本が5チームで、日本からは TM と、モロちゃんのところですね、TM カリザーが出ます、お兄ちゃん、はい、お兄ちゃんのところ出ますね、うん、あとは札幌国際大学とかですね、も出ます。国際大学、大学でやってるのすごいね、はい、去年の、ね、日本選手権準優勝でしたけども、勢いあるんだね。じゃあ勢いありますね、はい、その軽井沢国際がですね、まあ、12月1日から3日と、うん、はい、ここがアイスパークで行われますけども、うん、僕らもこの公式 YouTube の配信をこのチームで行いますので、またね、仕事しますね。いやいやいや、またね、熱戦をお伝え。じゃあどうやったら見れるんですか、これ。これは軽井沢国際の、ホームページに見ていただければ、そこにリンク貼ってあります。無料ですか。無料じゃないですか、 YouTube なんで、はい、無料で見れるんですか、はい、すごいじゃん。世界のトップレベルの試合が無料で配信、はい、しかもここでやるから、こういうところからでも見れるの。それは見れない、ここは見えないんじゃないですかね。観客席がありますので、チケット制で中で入れます。中でね、はい、それは見たいよね。見たいですよ、ね、そうなんです。ちょっとたくさんの人にぜひ来てもらったら ね、はい、ね、モチベーション上がるしね、はい、優勝もできちゃうかもしれないですね。優勝もできちゃうかもしれないですね、もちろんね、たくさんの人来てもらいたいですね。でもね、そうですね、せっかくね、軽井沢で、うん、まあでもたくさん来ますよ、うん、見てると、まあ、カーリンファン多いですもんね。多いんですよ、カーリンファン、すごい、ね、全国から来ますからね、本当にすごいよね。すごい、でもそれぐらい楽しみな試合ってことですもんね、うん、そうなんですよ、はい、さあ、じゃあ最後になんか、そうです、ね、試合に向けての抱負。そうですね、まあうん、もちろん軽井沢国際もそうですけども、はい、もちろん日本選手権、去年はね、惜しくも吉井さんも準優勝ですか、はい、ですので、ちょっと、まあ、今シーズンに向けたね、はい、抱負も含めてちょっとお聞きしたいなと思います。はい、今シーズンは少しメンバーも変わりまして、まあ、3月の末から新たなスタートとして活動をしてきて、うん、
まあ、そのチームで日本選手権優勝、2026年のミラノオリンピックに向けて活動しているので、軽井沢国際でのいい結果も含め、徐々にですけど少しずつ成長しながら日本選手権でいいプレーをしていい結果を残すことができたらいいなと思っております。はい、ありがとうございま す, です、ね、まだまだ22歳。はい、まだ22ですよ。若いよね。これからですね。これから注目ですよね。はい、まずは国際からここからね、ここからこの大会で結果を残して、はいはい、またいい結果がこう流れてくるのを期待してます、はい、応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。あと何かありますか、お知らせ等々。お知らせはないです。大丈夫です。ないですか。はい、じゃあもうそうですね、これで締めでいいですか。そうですね、はい、今日はねちょっとスタートが遅くなりましたけど、はい、何やってるんですか。もう混んでてね、軽井沢いつもね。僕らねもう2人で待ってても全然来ないから。いやいやいや、本当に俺がいなくても始められますよ、これは。すいませんでした、ね、でも最後になんか応援してくれるファンの方に、あ、そうですね、一言メッセージをなんかもう試合また応援してくださいみたいなのもらって、はい、じゃあ締めたいと思います。はい、軽井沢国際は地元の軽井沢で開催される大会となっていて、私たちもすごく楽しみにしております。たくさんの応援よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございます。ということで皆さん、ぜひ会場に来て応援してでもいいしね、あの配信を見ていただいて応援してもらってもいいんで、ぜひ応援してください。お願いします。はい、あれもう何試合目って出てましたよね、スケジュールですか。はい、3試合目ですかね。いや、SC さんは何試合目でしたっけ。なんか出てましたっけ。なんか出てるんですか。まだ出てないのか。なんだよ、ごめんなさい、出てないのかよ。どっかで見れるんですか、それも。どっかホームページでまた見れるのかな。なるほど、はい、検索してね、はい、ということでと思います。皆さんぜひ応援してください。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。最後締め、僕が新種スポーツって言ったら、はい、一刀両断。さようなら。わかりました。いいですか。はい、いいですか。じゃあ締めちゃっていいですか。はい、はい、じゃあ皆さん今月もありがとうございました。ぜひ、応援してください。たくさんの方応援したらまた結果残せると思うんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。今月もありがとうございました。新種スポーツ一刀両断。さようなら。